はい、皆さんこんにちは、キックです。今回もこちらサガスカーレットグレースヒーローの野望実況していきます。前回の動画はまだご覧になっていない方は概要欄にリンクがありますので、ぜひご覧になってください。ということで、前回より火のかけらイベントがスタートしました。で、早速ちょっと怪しかったクベラの廃城に来てみたんですが頑張って敵倒したのに火のかけらはありませんでした。でちょっと誰かが持ち去ってっちゃったんじゃないかということなので、あたりをね調べてみようと思います。ちょっと村に入ってみますか。会話、黄色の石、あ、クベラ城で見つかった石ねってすぐ話が通じた。この間までこの村にあって、どこ行っちゃったの？盗まれちゃったの？北に逃げたっつったって、北は海ですよ。大した石でもない。まあ確かにね、大した石にまあ見えないよね。どんなやつ、どんなやつ。ただの旅行者？へえ。で、広場になんかありますね。お、老人老人とか言って、鍛えてくれる人です。あなたみたいな達人の相手は無理よ。まあちょっと今回はご縁がなかったですけど、どっかで会えれば、キャラを一人選んで、向こうが、武器種は向こうが指定してくるんですけど、キャラを一人選んで、武器の鍛錬をしてもらえます。北とは漠然としすぎているな、確かに。行ってみるしかないって言ったって、行ってみるしかないって言ったってって思ったらなんか怖い。氷漬けの人いるんだけど。ノーマルバトルが発生する。しかしこれ多分調べないわけにいかないんだろうな。男だけのパーティーで戦えば虹の結晶が7個。スタン、麻痺、眠いで味方の行動が阻止されなければ表彰が3個。敵の弱点をついて3回クリティカルを与えれば鱗が3個手に入りますね。狙っていきましょう。氷漬けの使者とはノルミ返京種らしいな。そんなのんきなこと言ってる場合じゃないでしょ。火のかけらを盗んだ犯人よ。そのまま氷漬けになってるわ。え、そうなの？ほんの出来心だったのかもしれんが、天罰というやつかな。さあ掘り出しましょう。結構ひょうひょうとしてんな。邪魔が入るわね。邪魔が入っちゃいました。はい、パーティーこんな感じです。ちょっと男だけのパーティーでっていうのがあったので、男だけで揃えてみました。で、ヒトキノコが確か火というか熱が弱点で、カエル系がね霊が弱点だった気がするので、熱属性を持ってるスネイル君と、霊属性を持ってるチアゴさん、この辺りでちょっと敵の弱点をねうまくついていけたらいいなと思います。行きましょう。でも今男の術師がいないんで、言われた通りに素直に男だけのパーティー組むと最後フラックスが無駄になっちゃうんですよね。それがちょっと悲しいんですよね。ヒートビート、どうしよう。ちょっとせっかくヒットビート構えてもスタンさせられては元も子もないので、ソードガード入っておきましょうか。スタン入るといいんだけどな。この手は痛い痛い。スタン入れ、スタン、ナイス。お、耐えた耐えた。オッケーオッケー。これで1クリティカルですね。3クリティカル、3クリティカル頑張っていきたいんですよ。あー、どうしよっかな。ちょっととっととこいつ倒しておきたいな。とっととこいつ倒しておきたいけど、ヒートビートも打っておきたい。
倒せないか。倒せないな。あー、毒になっちゃった。わー、痛いな。お、なんかひらめいた。カルト割りナイス。お、倒せた。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ、いいひらめきだよ。倒さない、取っといてね。取っといてね、とか言って。毒ダメージが痛い。お、ランクアップ、ナイスナイス。で、あともう1クリティカルで目標達成ですね。まあ、ポイズナスバイトとかやだな。ポイズナスバイトとかやだな。まあ、とにかくヒートビートは構えておくでしょ。あ、ポイズナスバイトとかやだな。ここで打撃を与える。カウンターいけたりしねえかな。ちょっと空気投げ頑張りたい。わあ、トマトさん、お、ナイスガード、ナイスガードよ。スタン、スタンしろ、スタンせず、残念。まあまあかな。まあ全体攻撃だからね。その分これで3クリティカル入りました。全体攻撃だからその分、まあ威力が落ちちゃうのはしょうがない。じゃあスネイル君のお仕事は、あー、どうしよっかな。スネイル君のお仕事は大進撃に切り替えつつ、わあ、どうしよっかな。でもなんか大進撃で倒せない気がするから、かかと切りこいつにしとくか。マクシミアスはなんかそろそろ落とされちゃいそうな気がするな。あんまりね、あんまり一人で敵の間に挟まれたくないんですよ。挟まれたくないんですよ。じゃあこんな感じかな。これで連撃ね、連撃。調子に乗るぜ。まあまあかな。僕が結構痛いんだよな。さあ誰が食らう？こんなこともあり？まひれ、まひれ。まひらず。スネークに向いてたね今ね。お、ナイスガード。でも毒が耐えらんなさそうだな。毒が耐えらんなさそう。毒が結構痛い。あー、ポイゾナスバイト。ワンチャン簡単いけたりしないかな。あー、どうしよう。ちょっとこの状態でトマトさんやられるとまずいから、ブロック入りつつ次元弾やってみた。ちょっと高 BB 技いってみますかね。うわー、食らっちゃった。残念。かかったな。あー、倒せなかった。そっち入ったりしないかな。毒耐えて、毒耐えて。危ない危ない危ない。毒ダメージまではプロテクトできないですからね。さて、あー、どうしよう。ちょっとトマトさん落とされないようにしつつ、次元弾しつつ、トマトさんを一人ここに置いておきたくないんだよな。カエルコンボスタンいけたらいいな作戦。お、ナイスガード、ナイスガードよ。潰せねえとは。あー、耐えられちゃったか。毒、そうだよね、毒入っちゃうよね。スタン入れ、スタン。お、倒せたからよし。あー、どうしよう。
ポイズンガス無ダメージ技だから多分こっちを先に狙った方がいいんだよな。わあどうしよう。あ、空気投げだと方向しちゃうんだ。どうしようかな。ちょっとスネイル君から注意を背けつつヒートビートで追撃していくか。オッケー、しょうがない。これは無ダメージ技だからよし。倒せ。オッケーオッケー。さあ先行はできないね。わあポイズナスバイトか。わあ先行指定が。ああこれポイズナスバイト耐えられなくて終わりな気がするな。毒撃だったらな。おっ、わあ直接の追い風。重かったね。あー危なかった今。すげえ、今のはすげえミラクル。まだ死ぬわけにはいかん。来てください。ちょっと服がきついかも。ああよかった勝てた。はい全部達成ですね。やったやった。また邪魔者？なんでよ、一回で済ませてよ。次は敵のインタラクト技を発動させなければ毛皮が4個。また敵の弱点か。敵の弱点をついて3回クリティカル与えればコッペンが3個。敵にカウンター技を発動させなければ毛皮が1個。狙っていきましょう。はい、じゃあ続いてのパーティーはこちら。ちょっと LP がやばい人たちを後ろに下げつつ、また敵の弱点あるんですけど、ちょっとね、獣系が、なんか弱点なかった気がするんですよね。気のせいかな。獣系、獣人系か、あいつは。なんで、カエルの、ちょっと霊属性弱点を狙っていきたくて。なので、チアーゴさんの交流派か、タリアさんの、水術、水行術でちょっと狙っていけたらいいかな、という感じですね。やっていきましょう。さて釣り上げてみせるわ。釣り上げてみせる。ちょっと早速毒斬り仕込んでおきますか。毒斬り仕込んでおきつつ足払い入るといいんだけどな。ちょっとタリアさんの栄翔がキャンセルされないようにディフェクト入っておきましょうか。お、ナイススターン。痛い。リワード何だったっけ。あとは敵のインタラクト技とカウンター技に気をつければいいんだな。カエルコンボやだな。カエルコンボやだ。ちょっととりあえず交流入っとこうか。で、やはりタリアさんにリフレクト。で、あとは、3回クリティカルを与える前に倒しちゃうと、脳幹になっちゃうので、ちょっとクリティカルを狙う敵は、あまり攻撃を集中させないようにしましょう。絶望せよ。あ、まあまあですね。うわぁ、スターの嫌いなかった。危ない。あ、でも身代わりで入ってくれてよかった。あれクリティカルって出てないな。じゃあクリティカルじゃないのかな。ちょっともう一回毒斬りを唱えつつちょっと倒しちゃいたいな。これはやっぱりよく見たらクリティカルって出てないですね。いい感じね。あれじゃあこいつ弱点なんだっけ。ないんだっけ。
何も把握してない。あーなるほどね、そうきた。挟みたい、挟めない。あー挟めない。電撃狙いたいんだけどな。ダメか。ちょっと敵のインタラクト技が怖いんで、このターンはちょっと下手に動かんときましょう。さてあと1体リザーブ解除できたりするかな。ここ地層基地だからな、なるべく使っておきたいんだよな。であとはちょっと下手なことしない。インタラクト来るな。 OK。なんかめっちゃ、あでもそっか、リザーブ解除してしまえば後ろの人たちは何やってもいいんじゃん。そうじゃん。ちょっと普段なかなか技を使えない人たちに BP を割り振っておこう。でこれでもうね、リザーブ解除したから好きにどうぞって感じですね。あ、なんか行動してくる。まず霞青岩やろ安定の霞青岩戦法。エミルーン、ポスター入った、ナイス。美しい勝利ですねさっきとは段違いだ。肉など掴んでいい。手応えあったね。レベルアップ。じゃあスリープのランクアップにはスキルレベル足りないやんけはい、弱点何だったんだろう。わ、また来た、また来たの。その前にちょっとティップス見ておきましょう。そうだよね、まず獣人系は弱点ないよね。あ、デンか。うわ、勘違いしてたな。デンなんだ。はえー。デミルン使っとけばよかった。まあ、しょうがない。切り替えていきましょう。で、パラダイスバード。でも大物と言われるノーマルバトルなんだな。カウンター技発動で戦術が3個、麻痺毒眠り混乱の敵にいずれかを、さらにこのいずれかをね、重ねがけで与えれば叫びの根が3個、そして最後の敵を連撃で倒せば虹の結晶が7個手に入りますね。狙っていきましょう。はい、3戦目のパーティーこんな感じです。状態異常の重ねがけがあのリワードの一つになっているので、状態異常を豊富に持っている証券使いのクイーンさんと、あとはまあチアーゴの交流派とタレアさんの毒斬りで毒の重ね掛けをまあ狙っていけたらいいかなと思います。でカウンター技はクミさんにぜひ頑張っていただきましょう。ちょっとね、最後の敵連撃で倒せるかどうかはね、わかんない狙いすぎずに狙っていきましょう。そうだな、まず毒斬りを仕込んでおくか。からのマインドステアとかね、入ったらいいんだけどね。まあ、敵突属性がクリティカルなんで積極的に狙っていきましょう。あ、痛いな、痛い。わあ、痛いな。お、眠った。いいぞ、いいぞ。そうだな。
ちょっと交流派入れつつ、交流派入れつつ、どうしよう。ちょっとね、クミさんカウンター要員なので落とされないようにしておきたい。毒入れ、6毒入れ、オッケー、きっちり受け止め。痛いな。これで麻痺毒眠りコーナーの敵にこのいずれかを与えるは達成ですね。そういったら次は、あ、この競争誰に来るんだろう。ちょっと霞星眼狙いつつ、霞星眼狙いつつ、この戦闘は木曜が地層っぽいので、ちょっと茨の呪縛入れておこうかな。であとは突属性でクリティカルを狙っていきましょう。あー痛い。誰に行った、誰に行った。あー、コンパスさんか。コンパスさんに怒りが向いてしまったな。まあ、逆に言うとその間他の人たちは安全といえば安全なんですが、ちょっとここ頑張って倒して現役にしていきたいな。現役にしていきたいな。でもスパイラルチャージだけであんなんかあんまり落とせない気がするな。保険で流し入れておきましょう。 OK、 でこれでまず一回ちょっと連撃いただいておきましょう。いいダメージですね。お、カバーリングナイス。カバーリングなんかひらめいちゃって、さてカウンター狙っていきたいぞ。ちょっとクイーンさん守っておきますか。茨の呪縛、最後まで戦うのよ。豪華に行くわよ。豪華に行きましょう。感電症とか入ったりしねえかな。シアゴさんが守ってくれるんでね、安心です。安心できなくなっちゃった。お、あ、入った。ナイス。ナイスナイス。あ、競争？競争じゃカウンターにはなんねえな。競争じゃカウンターにはなんねえよ。どうしよう。誰に来るかなんだよな。まあいいや。ちょっと、毒柱でもお遊びで入れとくか。流し切り。この怒り誰に向いたかだな。あ、なんか倒しちゃいそうだな。お、いいじゃんいいじゃん。これでさ、霞星眼してさ、なんかワンチャン連撃でどうよ。どうよとか言って、あーマジか。私は止められないわよ。マジか、カウンターなんなかった。まあこういうこともありますと。こういうこともあります。腹いせの感電症、今の呪縛唱えとくか。意味もなくリフレクト、やっぱり技はねいっぱい使った分だけ強くなりますからね。受けすぎだね。あー、カウンター出せなかった。あら、
感謝いたします。あ、でもレベルアップ OK です。お宝も欲しいね。こんなこともあるのね。お、いいっすね。手応えあったね。スキルレベルアップ。ランクアップはするけど、ひらめきには発生しないみたいですね。あー、全然全然でしたね。真ん中達成できたから、まあいっか。あー、よかった、終わった。破壊ね。あの村のものじゃないのか。一言断った方がよくはないか。母さんらしい。どうしよう。一旦保留するか。早くしてねって言われちゃった。あら、ヒーローの人じゃない、取り返してくれたのね。壊していいですかって聞きに来た。あ、もらい受けるって言い方っすね。さすが。あ、あっさり OK されちゃった。これで心置きなく破壊できるわよ。あ、なんか、何ですか？指揮者の丘？何それ？あなた誰？そうよ、そうよ。私が誰かなんてどうでもいいのよ。その石の力を知りたければ指揮者の丘行ってみるといいわ。確かに服装は帝国図書館の書記官でしたね。石の力、カーンさんは見てみたいってワクワクしてるけど大丈夫なのかしら。そんなことはいいからさっさと破壊するわよ。あー、でもちょっとね、行ってみたい。行ってみたいなんですけど、ちょっとね、本日お時間の方がやってきてしまいましたので、指揮者の丘に向かうのは次回ということにいたしまして、今回はね、まあちょっと若干中途半端感あるんですけど、ここで終わりにしようかなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。